残念だったな、シンジとレイナは。ここ以外に頼れるところがなかったんだ。分かってる。できる限り手厚く葬ろう。ああ、すまん。アケミ？そうだ、シンジは確かにそう言っていた。しかし、そんな名前の女いくらでもいるぞ。それだけじゃな。いや、そうでもねえ。ああ、錦山組の田中の頭は実は風俗好きでな。知ってたか、桐生。まあな。ここ何年か奴が通ってる店がある。桃源郷ってソープだ。そこのナンバーワンが確か明美。なるほどな。ただしだ、そこは普通の店じゃない。ビル一軒丸々ソープになってるが、看板もねえし、パッと見じゃそれとわからねえ。しかも一回遊ぶのに100万はかかる。100万？現役のタレントやらモデルやらが働いているんだ。選ばれた人間の遊び場さ。おじさん、ソープって何？ん？うん、その、まあ風呂屋だ。いや、サウナか。俺に振るな。銭湯ってこと？いや、それとも少し違って、その、おじさんは行ったことあるの？ん？あ、ああ、まあ、いや、うん、嘘。私どんなとこか知ってるよ。何日も歩いてたんだから。こりゃ一本取られたな。ここか。ああ、あのオカマ野郎、ただじゃおかねえぞ。よし、行くか。加減白状したらどうだ。あの日お前が公園でパスポート渡してるとこ目撃されてんだよ。その時はたまたま彼氏と待ち合わせしてただけって言ってるでしょ。ガタガタ抜かすんじゃない。正直に言え、人弁師って野郎はどこにいる。あやかちゃん早く。はい。ようやく本性を現しやがったか。第三公園がいつもの取引場所だ。おそらくそこに逃げ込んだな。あいつら切り刻んでやる。するんだな。最近どうも偽造パスポートの買い手が減ったと思ったら、てめえらがパスポートを横流ししてるらしいな。こっちは商売上がったりて困ってるんだよ。この落とし前どうしてくれる。殺すだけじゃもったいねえ。切り刻んでナマスにしてやる。もしかするとお前らジャカの残党か。あ、何者だ。俺もこいつに用があってな。悪いが、お前らに用はねえ。邪魔するとお前も細切れにするよ。ちょっと待て。
こいつどこかで見たと思ったら、キリュウじゃねえのか。何？キリュウだと？お前ら細々とパスポート作りの内職か。黙れ！お前のおかげで俺たちどんだけ苦しんだか、ぶっ殺すぞ！助かったわ。あなた任弁士に頼み事があって来たんでしょ？ああ。本当は騙すつもりはなかったんだけど、ちょっと試させてもらったわ。神明に偽造パスポートを作ってくれ。あいつがしばらくこの町で働けるように。分かったわ。ママお願いしていいよね？まさか。その通りよ。さっきのお店で待ってます。これがお望みの品よ。これを神明に届けてあげて。キリュウさん、あなたのことは知ってます。風間さん撃たれたみたいですね。何？そのことと関係あるかは分かりませんが、実は5年前に風間さんから依頼があったんです。どういうことだ？ある一人の人間を捏造してくれって。出生記録に住民登録、卒業証書、免許、医療記録、パスポート、公共機関にも捏造した記録を仕込んでね、記録の中でのみ実在する人物を作り上げたんです。それは私が話せるのはここまでです。それじゃ私たちはこれで。おう。ようやく手に入れたようだな。俺は本庁から呼び出しがかかってるからな。まあ9歳の女の子連れて桃源郷へ行くってのはおかしな話だが、遥を連れて桃源郷へ向かってくれ。はるか、行くぞ。おじさん、桃源郷へ行こう。ここか、桃源郷。あの、お客様、お子様連れはちょっと。社会見学の一環だ、多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので。絶対に迷惑はかけない。いいよな？かしこまりました。いらっしゃいませ。あけみです。キリュウだ。シンジから聞いてないか？キリュウ？あなたが？はあ。それじゃあしんちゃんはもう。そう、最後に会った時彼言ってたの。自分にもしものことがあったらあなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が急に真剣な顔してね。そっか、しんちゃん死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの、私の方こそごめんなさい。
風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ？近江連合の寺田さん。近江連合？そいつは本当にシンジの知り合いなのか？うん、しんちゃんは信頼してた。だから私も。場所は？芝浦よ。不当に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。うん。しんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の4代目が指名されているんだって。遺言状？そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。何？いい音聞かせろよ。よう、ケルちゃん、探したで。真島の兄さん、あんた、まだ生きていたのか。助けて、お願い、助けて。ああ、よしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前、べっぴんさんやないかい。どうや、俺の女にならんか。どうやね。うん、嫌です。私、他に好きな人が。ごめんなさい。マジマ、やめろ。そうか、正直な子や。え、それで？ほれ、ここ危ないで。はよ行き。読めねえな、あんただけは。俺は正直もんが好きなだけや。人の顔色伺ったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。こないだいいとこで邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの、キルちゃんよ。キリュー、ほんまごついね、お前が。あの女がアケミか。辛いだろうな。だってさ、風間のおやっさんの居場所が分かった。どこだ？芝浦の不当だ。近江連合の寺田って男がかくまっているらしい。近江連合だと？なんで奴らが風間を？分からんが、シンジが命がけでおやっさん預けた相手だ。信じるだけの価値はある。そうか。キリュウ、 MIA が神宮が目立って動き始めてる。さっき本庁に呼ばれてお前のことを根掘り葉掘り聞かれた。おそらく神宮から圧力がかかったんだ。大丈夫なのか、伊達さん。逆だ。クビになってもおかしくねえのに、奴ら俺がお前とつるんでるうちはクビにできねえんだよ。行くんだろ、キリュウ、芝浦に。ああ。